この間は本当にありがとうございました。これいただいて、これプレミアム購買部の限定パン。よく、はい、サイトゼロを応援してるよ。私たちの活動がだんだん、森田先輩に続いてゴールデンコスモスを破ったのが効いている。あの人たちは生徒会の運営の一部を代行していたトップランカーのチームでしたから。そっか、ここからが本番なんだね。なーに暗い顔してんの。うわ、誰ですか。やっはー、ヨリン来ちゃった。千夏、驚かせないで。この子は上坂千夏、1年の時は同じ。もう私のことはちなちって呼んでって言ったっしょ。はあ、それで。慌てない慌てない。へえ、君がリーダー、結構いい顔してんじゃん。君たちさ、超面白そうなことしてるよね。打倒せ。違いますから、生徒会の理不尽を止めて自由。いや同じじゃん。まあいっか。そんでね、ちょっと助けてほしいんだけどさ。生徒会派のエアブラシオブゼータ、今はそれが超横暴でさ、そこの部長の白いマスミって3年生が派手なと。チナチーの言い方だと深刻さが伝わりづらいけど、自由な塗装を制限するなんてやりすぎね。間違いは正さなくちゃ。失礼します。ガンプラの塗装の件でエアブラシオブゼータのリーダーにお話があるのですが。貴様たちはサイドゼロだったか。あれ、マスミッチじゃない。生徒会セナ副会長。ほう、俺の名は知っているようだ。あなたこそなんで私の名前を。知っていると。も特に貴様の名はいろいろと。ここで始末してしまいたいが、何分忙しい身でな。白い、分かっていると思うが、生徒会は敗北を許さない。今の地位を守お任せください。必ずやって、もういないし。マスミッチ、それウケる。で、君ら何。ガンプラの塗装の件で。ダメだダメだ、絶対認めない。ガンプラ塗装の指導権は僕が。力でガンプラのあり方を決めようなんて。そうだそうだ、間違ってるぞ。よし、そこまで言うなら見せてあげよう、デュアル系塗装ガンプラの美しさを。いや、はいはいはい。ともあれ、現在の生徒会派筆頭チームの果たして勝利はどちらの手に。学園の秩序と塗装を乱す奴は今ここで粛清してやる。放送部部長、シャクのリンコ、本日も全力で命がけでバトル実況させていただきます。これは戦争じゃなくガンプラバトル、楽しまなきゃ損だよね。味わってちょうだい。通常の3倍のスピードで行きましょう。
クエスト開始。どこから潰そうかしら。さっきの動きなかなかイケてたっしょ。シナジースペシャルアタック。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。なんだと。ここであんたが100年ですね。プレイヤー6撃破されました。お、ヨキさん、よくわかんないけど倒しちゃっていいんだよね。このなかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。君ならこのクエストも楽勝でしょ。パーッと片付けちゃおう。さっきの動きなかなか食べてくれちゃう。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。よし、失敗だと。次だ、次。プレイヤー4撃破されました。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。なんだと。プレイヤー5撃破されました。やりましたね、チームブルー。これは大きなポイントです。僕の完璧な塗装、それだけじゃない。僕は何もかも完敗だ。もう終わりだ。ねえマスミッチ、そんなこと。なんだって。技術はあるんだからさ、感性磨けばいくらでもいいガンプラ。そうだろうか。そうだって。なんなら私が手伝おうか。神坂さん、君が。これでチナチーと塗装の件は片付いたかしら。残るは生徒会の本丸。よい、行きましょう。まずは部室に戻ってユイ先輩とマリカに合流よ。副会長にバトルを。そうよ。生徒会を運営しているのは実質副会長と、ここで副会長を抑えれば
生徒会は機能不全に陥るはず。でもそんなに急ぐ必要はあるの？そんな悠長な。ひよりちゃん？あ、いえ、すみません。少し頭を冷やしてきます。ひより先輩、焦ってた？ねえ、しばらくひよりちゃんの様子気にかけておいてあげてくれる？うん、お願いね。ひよりちゃん